小南省は、中華人民共和国の官僚、政治家、チャンス省技工券出身、中国共産党第8期中央候補委員、中国共産党第11期第12期中央委員会委員、中国共産党中央顧問委員会委員、1913年9月7日、チャンス省技工券で生まれる、1929年に、人工中学校を経て、 1932年に聖火大学中文系を卒業。1933年に中国共産党入党。1936年3月、上海首都委員会校ワンク学位初期に就任。1936年秋、北平市学位初期に転任。1938年、徴工局青委員、全国学連登壇初期に就任。 1939年初め、南方局井書記を担当した。1941年2月、命令を受けて、先制省 m 安氏を撤回し、中国共産党青井委員、中央青井宣伝部長を担当した。日中戦争が勝利した後、小南省は、中国共産党中央委員会から派遣され、青年工作隊を東北地区に連れて、青年の仕事を開拓。 前後市手領北文章委員会委員権宣伝部長、ハルビン市委員会常務委員権宣伝部長、市教育局長、東北局青一書記、ハルビン青観光学長、東北局東方委員会秘書長を担当。1 9 4九年一月に、中国共産主義青年団中央委員会に就職し、新民主主義青年団準備委員会副主任を務め、全国第1回団体会で、 団中往副初期に当選し、公認初期どころ初期を務めた。1952年11月、聖華大学学長に就任。1956年5月には中国、共産党政が大学委員会初期を兼務する。1965年1月、中央に移り、中華人民共和国高等教育部部長に就任。文化大革命の時批判闘争を受けた。 1977年、天津市党委員会初期、資格名委員会副主任権市科学委員会主任に就任。1978年、中華人民共和国国家科学技術委員会常務、副主任権全国科学大会秘書長に転任。1982年8月、中国共産党中央党校、第一副学長に任命。 1988年5月3日に北京市で死亡した去年74ありがとうございます。